はい、どうもこんにちは、みとしです。はい、今日はですね、無印良品に行ってきまして、お菓子をたくさん買ってきました。なので今日はですね、一人お菓子パーティーとやらをやってみようと思います。ほんと、いろんなお菓子買って、なんかほんと美味しそうでした。とりあえず買ってきたお菓子紹介します。はい、まず宇治抹茶バウムです。351キロカロリーです。バナナ、これが457キロカロリーですね。ホワイトチョコがけいちご、351です。宇治抹茶のクッキー、253キロカロリー。ストロベリーチョコがけいちご、291キロカロリー。ホワイトチョコがけいちご、297キロカロリー。チョコレート、199キロカロリー。大津クランチ、大津クランチサブレ、1枚42キロカロリー。ピーナッツチョコ、1242キロカロリー。グランベリーヨーグルトチョコ、264キロカロリー。シューチョコ、510キロカロリー。はい、というわけでたくさんお菓子買ってきました。めちゃくちゃそれも美味しそうでですね、他にもね、めっちゃいろんなお菓子あったんですけど、とりあえずこれです。これを買ってきました。ではとりあえずお皿に移していきましょう。といそんな感じで全部とりあえずお皿に移してみました。そして、こいつらはね、なんか こいつに入ったまま食べた方が美味しそうだなって思って、とりあえずここに置いてます。でっかい袋に入ってた系なんですけど、さすがにちょっと全部は美味しく食べきれないかなって感じだったんで、半分ずつぐらい入れました。ではいただきます。いただきます。はい、今日はですね、無印良品のルイボス&黒豆茶をで飲んでいきます。おお、うん、爽やかですごく美味しいです。では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 食べましょう。とりあえずこのホワイトチョコがけいちごとストロベリーチョコがけいちごいただきましょうかね。うーん、やばい、うまい、うまいです。外がカリッてしたのがめっちゃうまいですね。これがですね、グランベリーヨーグルトチョコです。うんうん、なんか食べたらグミみたいです。グニってしてすごい、そう、ヨーグルトのグミみたい。なんかすごい、これも美味しいです。じゃあ次この宇治抹茶のクッキーいただきましょうかね。うん、さすが抹茶です、うまい、うまい。これがチョコレートっていうクッキーですね。うん、うん、サクサクしてて美味しい。これはですね、なんかパンの耳のラスクらしいです。クッキーじゃなくてラスクでしたね。めっちゃサクサクして美味しいです。うまい。ここにピーナッツチョコとシューチョコと大津クランチサブレがあります。いやー、これ好きだったんですよね、昔から。これうまい。やばい、うまい、うまいぞ。うん、じゃあですね、ちょっと気になってたこいついただきましょうかね。すごいすごい高カロリーな匂いがしますね。こんな感じです。うわー、これは絶対うまい。うん、うまい、食べ応えバッチリです。うん、宇治抹茶バージョンも食べてみましょう。めっちゃ抹茶って感じです。うん、うんうん、抹茶がぎっしりしてて美味しいです。じゃあバナナのやつもいきましょう。あ、バナナの香りがすごいです。こんな感じです。うん、うん、やばい、バナナの香り、風味がすごい美味しいです。これしっとりしてんのがまたいいんですよね。うん、
それではとりあえず一通り紹介できたんじゃないでしょうかね。では美味しくたぶんバンバンと食べていきましょう。これはマジダントツでうまいと思います。うん、中がこんな感じになっててですね、噛むとサクッてしてめっちゃうまいです。めちゃくちゃうまい。このストロベリーチョコガキイチゴとかのやつもですね、もっといろんな種類があって、なんかもっといろいろ食べてみたいなと思いました。めっちゃいいですね。うん、今日の動画はひたすら食べる動画になりそうです。今日ですね、これ買う前歯医者の歯石取り行ってたんですけど、なんかめちゃめちゃ痛かったですね、歯石取り。ただ歯は大事にしないとですからね。にしても痛かったんですよね、なかなか痛かったんですよね。こうやって美味しいもん食えてるし、まあいいか。あれっすね、昔とかこれやってみたかったですわ。うん、一人でお菓子めっちゃ買ってきて食べるっていうのは。うん、これ結構なんか爽やかな感じがしていいですよ。お菓子の甘さに合いますね。はい、でちょっとね、食べてて思ったんですけど、ちょっと量多すぎたかもしれないと。はい、ちょっと多すぎたかもしれないです。うん、美味しいんですけど、ちょっと量多すぎたかもしれないです。うん、はい、なんだかんだ言ってなんか食べてたらいつの間にか結構減ってるもんですね。なかなか今日も無言な動画かもしんないですけど、まあ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 、とりあえず食べます。はい、はい、はい、ごちそうさまです。はあ、ルイボス茶いいですね。はい、そんなわけで今日は、無印良品商品のお菓子をたくさん食べてみました。いろいろとお菓子あってめっちゃ美味しかったです。特にですね、この肉2つが結構うまかったです。あとですね、あのバーム系もすごい美味しかったです。あの3つ買ったやつですね。あれはですね、あれ美味しかったですね。でチョコは普通に好きです。美味しいです。まあしかし念願の一人お菓子パーティー叶ったんで良かったと思います。
あ、コメントでですね、あの無印のお菓子たくさん食べてくださいって言ってくださった方、あのありがとうございました。僕の知らないお菓子がたくさんあってこんな美味しかったんで、あの食べれてよかったです。コメントとかにですね、たまにいろいろこれやってみてくださいって書いてるんですけど、まあなんかできそうなものからなんかやっていこうかなって思います。美味しそうなんでね。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。